今日のは千保とか平がシュート入ってたんですけど、自分のシュート入らなかったっていうのが、反省点ではあるんですけど、何よりポイントガードとしてキャプテンとしてチームを勝つことっていうのが一番大事なので、自分の調子は悪かったですけど、そこを反省すべきですけど、やっぱりチームを勝つことが一番かなというふうに思います。会社を倒そうっていうチームはまた増えてくると思いますし、やっぱり試合試合でやっぱりやるべきことっていうのはまた変わってくるかもしれないですけど、やっぱり自分たちのやるべきことっていうのはそんな変わらないので、しっかり自分たちで何やるべきか話してしっかりやっていきたいなというふうに思います。自分としても自分が試合決めてやるっていう気持ちで試合に臨んだので、入りからいい形で進められたかなと思います。去年成し遂げられなかった悔しさを糧に、今後はチーム平と清水と話しながらチームをより強く作り上げていって、三冠取れるよう頑張っていきたいなと思います。とりあえずは本当に、ほっとしているというか、まずインターハイの切符を取ることができてよかったです。本当にチームとして三冠というのが目標なので、まずはその1冠目優勝できるように頑張っていきたいなと思います。